はい、それでは大変お待たせいたしました。時間になりましたので始めていきたいと思います。皆さんこんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。元気いっぱいありがとうございます。本日はようこそ長屋港水族館へお越しくださいました。ちょっとね、今日風が強くて寒いと思いますが、今はね、室内で暖かいのでごゆっくりご覧ください。さあ、今日はですね、ベルガの飼育係をしています高見が解説を担当させていただきます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。皆さん、今日初めてベルーガを見たよという方いらっしゃいますか？お、結構手が上がっていますね。ありがとうございます。はい、それもそのはず、日本にはですね、結構な数の水族館があるんですが、このベルーガという生き物を飼育しているのは4つの水族館だけなんですね。結構ですね、バラバラに遠方に散らばっていますので、このベルーガという生き物を見る機会は少ないと思います。なので、ちょっとこのイベントの前にですね、このベルーガについて少し説明をしたいと思います。さあ、皆さん、このベルーガ、体の色何色ですか？白。ありがとうございます。見てわかる通り白色ですよね。はい、ベルーガたちのこの体、なぜ白いのかというと、野生で生息しているところが秘密があるんですね。野生では北極の周りに暮らしているんです。北極というと真っ白な氷が海に浮いていますよね。その白い氷に隠れてシャチやホッキョクグマなどの天敵から身を隠していると言われているんですね。見つかりにくいように体の色が白くなったと言われています。また北極の寒さに耐えられるように体にたっぷりと脂肪も蓄えられているんです。体にですね、たっぷりと脂肪がついているので、ちょっとね、ずんぐりとした体格をしていると思います。これがね、太っているわけではなく標準的な体型となります。さあ、そして北極の海に浮いている氷にぶつからないように背びれがないんですね。シャチやバンドウイルカたちにあるかっこいい三角形の背びれがないことで、氷にぶつからずにスルスルと泳いでいくことができるんですね。さあ、こんなですね、ちょっと変わった特徴を持つベルーガたちなんですが、今日はこのベルーガがどうやって魚を捕まえているのかというのを解説するイベントとなります。さあ、それではですね、そのベルーガたちが普段名古屋港水族館で食べている餌の魚持ってきました。紹介しましょう。さあ、まず1匹目、これはなんだかわかりますか？皆さん、大きな魚ですね。はい、これはですね、皆さん卵にお世話になることが多いと思いますが、この魚の卵は数の子です。あ、ニシン、大正解です。ニシンという魚ですね。こんな大きなニシンもペロッと丸ごと飲み込むことができるんですね。そして2種類目、これはですね、北海道などの寒いところでよく取られる、身がホロホロとしていて美味しい魚です。居酒屋さんなどでよく見かけることがあるのではないでしょうか。これはホッケという魚です。ちょっとね、これは小ぶりなものかもしれませんが、ベルガたちも大好きです。そして3種類目、これはね、多分見たこともちょっと聞いたこともないかもしれません。はい、種類でいうとシシャモに近いような種類の魚なんですが、匂いを嗅ぐとキュウリのような青臭い匂いがします。そのことからキュウリウオと呼ばれている魚です。聞いたことありますか？あんまりないですよね。この辺りでは馴染みないですが、東北などに行くと普通に売っている魚だそうです。はい、そして4種類目、皆さんこれ分かりますかね。ひょろっと細長い魚です。これは名前ぐらいは聞いたことがあるかもしれません。イカナゴという魚です。もう少し小さな稚魚ぐらいのですね、1、2センチのサイズのものを
釘にして食べるようなことがよくあるんですね。脂も乗っていてとても美味しい魚です。このイカナゴ、ベルーガたちも大好物で、野生でも実際に食べていることが知られています。ですがちょっとこのイカナゴ、変わった魚なんです。皆さん魚というと泳いでいるイメージがありますよね。もちろんイカナゴも泳ぐことができるんですが、泳ぐ他にもこのように海の中の砂の中にこのように隠れているんですね。砂の中に潜って寝ていたり、敵から身を隠していたりすると言われています。こんなですね、砂の中にいるようなイカナゴをどうやってベルーガたちが捕まえて食べるんでしょうか。今日はですね、その様子を皆様にご覧いただきたいと思います。ですがちょっとね、砂を用意するのは大変なので、実験装置を使って再現をしたいと思います。さあ、このイカナゴをね、どうやってベルーガたちが食べるのかというのを今日は皆様にね、想像を膨らませてちょっと見ていただきたいと思います。はい、さあそれではですね、ちょっと実験の用意ができるまでですね、このイカナゴちょっとね、もう少し説明したいと思います。英語ではサンドイール、砂のうなぎと呼ばれているんですね。形がうなぎのような形をしていて、砂の中に隠れていることからサンドイールと呼ばれています。さあ、その砂のうなぎとも呼ばれるイカナゴをどうやって食べるんでしょうか。さあ、実験装置が降りてきましたね。ちょっとね、手作り感たっぷりですが許してください。この透明の筒の中にイカナゴがたっぷりと入っています。このイカナゴまで直接口が届きそうにありませんよね。どうやってこの筒の中のイカナゴを食べるんでしょうか。はい、皆さんちょっとね、想像していてくださいね。さあ、それではその答えをまずはターニャに見せてもらいましょう。さあ、勢いよくやってきました。さあ、どうでしょうか。さあ、今やってきてくれているのはターニャというメスのベルーガです。さあ、ターニャは今3匹ぐらいイカナゴを食べましたね。はい、今口の中に吸い込まれていましたよね。吸っているだけに見えますが、実はターニャ今水を吹いていたんです。イカナゴに向かって水を吹きかけて口元まで来たところを吸い込むんですね。はい、どうでしょうか。とっても上手にイカナゴを食べてくれています。さあ、今口がね、ハフーハフーと動いているのが分かりますか。はい、ハフーハフーと口を動かして水をピュッと水鉄砲のように吹きかけて口元まで来たところを吸っているんですね。吸ったり吹いたりするというこの動きはですね、口元が柔らかいベルーガならではの動きなんです。私たちのように口をすぼめることができるので、勢いよく水を吹き飛ばすことができるんですね。この後ですね、イルカたちが口から水を出すということも見ていただく機会があると思うんですが、口の横から多分水がはみ出ていることが多いので、そういうところも見てあげてくださいね。さあ、ターニャとっても上手に食べてくれました。さあ、続いてやってきたのは同じくメスのグレイと言います。さあ、グレイが上手に食べていますね。口がとってもよく動いているのが分かると思います。ハフーハフーと口を動かして上手にハフーハフはい、ちょっとね、パワーが強くてね、筒が曲がってしまっていますが、さあ、あと1本か2本のイカナゴを食べてくれなかったですね。残り1本でしたが、とてもね、グレイも上手にイカナゴを吸ったり水を吸ったり吹いたりすることで食べてくれていました。とても上手にね、餌のイカナゴ、この筒の中のイカナゴを食べていました。野生にはね、このような筒はもちろんないので、砂の中にいるイカナゴに向かってビュッと水鉄砲のように水を吹きかけて砂ごと舞い上がらせるんです。そしてそこをイカナゴだけ吸い込んで捕まえて食べているんですね。はい、こんな変わった狩りの方法をする動物なんですね。
さあ皆さんいかがでしたでしょうか。とてもね変わった魚の取り方をしているというのが伝わったと思います。さあそれではですね、ちょっとここからはそんなベルーガたちの口を使った特技も披露したいと思います。さあ皆さんバブルリングってご存知ですか。はい、多分知っている方もね中にはいらっしゃると思います。ベルーガたちの口に先ほど水を入れていましたが、空気を含んでふっと吹き出すと泡のリングができるんです。今日はですね、その泡のリングバブルリングを皆様にご覧いただきたいと思います。さあそれでは先ほど、ね、2番目にやってきてくれたメスのグレイがそのバブルリングを見せてくれます。はい、皆さんよろしくお願いします。さあそれではですね、グレイのバブルリング上からやってきます。皆さんぜひちょっと上の方を見ていてくださいね。さあそれではいきます、せーの。はい、とっても上手にね、はい、綺麗なリングがこのガラスの前までできました。さあそれではもう一度やってもらいましょう。今度はこちらで、さあもう一度綺麗なリングができるでしょうか。よいしょ、しっかりとね、グレイも自分の作ったバブルリング見ていましたね。はい、とっても上手にリングを見せてくれました。さあそれではですね、ちょっともう一種類のバブルリング見せたいと思います。一瞬ですのでよく見ていてくださいね。よいしょ、あ、もうちょっと、あれね、不発が続いています。なんとなくリングになっていましたかね。もうちょっとね、綺麗なのができるはずなんですが、さあもう一回いきますよ。よいしょ、おー、綺麗でしたね。さあもう一回、はい、最後はね、ちょっとね、大きなリングができました。グレイありがとう、とっても上手でした。はい、とってもね、綺麗なリングができていましたね。柔らかい口をふっとですね、口をすぼめることができるので、ああいう泡のリングができるんですね。さあ今2種類リングを見てもらいましたが、3種類目のリングはですね、ちょっとターニャとグレイの揃ったリングを見せてもらいたいと思います。さあそれではちょっとね、こちらに2頭並んでやってきてもらいましょう。さあまずですね、皆様に、はい、顔を見せに来てくれたのはこちらがグレイと言います。はい、そして今上を泳いでいるのがターニャです。実はね、このターニャちょっと困った性格をしていまして、あんまり並ぶのが好きじゃないのでこんなところにいます。ターニャちょっとこっち来てくれない、はい、代わりにバイバイするよという感じでしょうか。前足じゃないわ、胸びれを持ってね、はい、ご挨拶もしてくれていますが、もうちょっとこっち来ない、嫌みたいですね。はい、さあそれではこのままちょっと続けていきたいと思います。ターニャちょっとそれ見えるかな、大丈夫、あ、そう、OK、 じゃあやりますよ。さあ皆さん頭の上見ていてください。まあターニャはちょっとね期待できないので、真ん中のグレイご注目くださいね。いきますよ、ドンドン、なんとなくリングでしたかね。ターニャはもう帰っていってしまいました。はい、さあそれではグレイに頑張ってもらいましょう。いきますよ、よいしょ、お、綺麗ですね。はい、グレイもね、ターニャがいなくなった方が調子がいいですね。いきますよ、よいしょ、いいですね、よいしょ、あ、空気がなくなってきたかな。ちょっとね、一回呼吸に行ってもらいましょう。空気がね、少なくなってくるとリングがちっちゃかったですね。さあ、それでは最後に綺麗なのを見せてもらって、せーの、よいしょ、おー、空気をね、溜めてきたばかりなのですごい大きかったですね。さあ最後、よいしょ、おー、よいしょ、よいしょ、よいしょ、はい、たくさんのね、空気が溜められるということは伝わったと思いますが、ちょっといまいちでしたね。最後、もう一回、はい、あー、一番綺麗です。はい、でした。さあいかがでしたでしょうかね。頭の上にドーナツ状のリングができました。
さあ皆さんいかがでしたか。ちょっとねあまりねターニャも乗り気ではなかったですが、グレーが今日は頑張ってくれました。グレーとターニャぜひ皆さん覚えてあげてください。それでは今日はですね、ちょっと先ほど機嫌が悪かった、はい、ターニャに皆様にご挨拶にやってきてもらいたいと思います。さあターニャはね一頭だと大丈夫だと思います。はい、先ほどは皆さんすいませんでした。ごめんなさい。はい、さあそれではですね、以上でこのベルーガのイベントは終了となります。最後はターニャからバイバーイ。皆様へお別れのご挨拶です。バイバーイ。浮いていってますね。バイバーイ。そうそうそう。はい、以上でベルーガのイベントは終了となります。最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。Thank you.